これは、まあ、マイクロ SD カード入れなんですね、単純にね。でね、NARPO ボックスにですね、えー、ホッカルツーリングに関する質問で結構いい質問があって、えー、ちょっと内容をちょっとね、正確には忘れたんですけども、えー、ホッカルツーリングに行くときにパソコンは持っていきましたかと。でも、もし持っていたらどういうふうに持ってきましたかみたいな感じの内容だったんですね。まあ多分この質問の意図っていうのは、撮影をする時のデータ管理。それはどういうふうにしてんですかと。GoPro で何日間も撮影をするってことになると、すごい ね、データ量になりますよね何百ギガってなりますリアルにねでそのデータ管理は一体どうしたんですかとそれをねパソコンを使って例えば外付け HDD かなんかに こういうのにあの保存したのかどうかとかね聞きたいんじゃないかなと思いますんでそれにちょっと答えようと思いますけども僕はね前回のホッカルツーリングで別に対してモバイル用途でもないノートパソコンをまあ、わざわざ持ってきました一体何ギガ自分が出先で撮影するかってわからなかったし今自分が持ってるマイクロ SD カードの容量で足りるのかっていうこともわからなかったしっていうねちょっと不安になったんで で持っていかないよりは持っていく方が後悔しねえだろうと思って一応インスパイロン 15R っていうですね出るから出てる昔の漬物石みたいなのをノートパソコンを持ってきましたでこれが邪魔でねほんとね、はい、結論から言うとやめた方がいいですノートパソコンは持って行きましたが持って行きましたけども絶対に持っていかないわけです絶対途中で捨てたくなりますよ <laughs> もうブーメランにして遊びたくなりますよノートパソコンその確実ですんで持っていかないようにしましょう なんで,でね持っていく必要がないかっていう理由をですねそうですね3点ぐらい挙げるとまず1点目に盗難の恐れがあるこれはもうギャンプスーリングだったりとかバイクスーリングする時には 必ず付きまとうものなんですけどもあまりには高価なものをこういうところとかああいうところに入れておくとパッてすられる可能性がありますからねだからねできるだけ高価なものは持っていかないっていうのは大前提条件ですそれで2点目はですねあのノートパソコン自体のバッテリーの管理が大変なんですすごいなぜかというとですね1日にだいたい撮影する時間っていうのは2時間ぐらいだとしても30ギガ近くになるんですよでねそんなね大容量のものをですねノートパソコンを介して データを要するにマイクロ SD カードからこっちの外付け HD の中に入れようとするとね、すっごい時間かかるんです。1時間以上かかりますよ、普通に。で、この1時間以上っていうのはあの、もちろんマイクロ SD カードのスペックによるんですね。非常にマニアックな話になって申し訳ないんですけど、マイクロ SD カードっていうのは、マイクロ SD カードの中にスペックがあるんです。クラス2、4、6、10ですね。で、GoPro は基本的にクラス10のマイクロ SD カードじゃないと、 撮影がでできなないいっていう風になっててうにますんで、まあ、クラス10以上のものを使うのが前提なんですけどもまたそのクラス10という中にも転送速度に差があるんですね最低速度は10メガ出るんですけどもあの最大で20メガしかまでしか出ませんっていうようなゴミから最高速度は90メガぐらいまで出ますとかね45とか出ますとかねあの差があるんです。で1秒間あたりが10メガとかだったりすると <laughs> 1ギガって1000メガですから約。 世界1024ですけど1000メガですからね <laughs> 何分かかったもんじゃ分かりませんよ20ギガなんて本当終わらないですだからノートパソコンのバッテリーが切れそうになるんですよリアルに僕はね2回ほど空にしましたよただあのこれ運がいいのかよく分かりませんけども友人の家に泊めてもらえたりとか民宿に泊まったりとかですねそれとカプセルホテルに台風のせいで宿泊を余儀なくされたこともありますしあとはなんだっけコテージかコテージに最終日あたりにまた泊まらないといけないってことがありましたから まあ、運よくですね、えー、宿泊施設に泊まることができたので、結果としてはなんとかバッテリー持ちましたけども、途中で完全にすっからかんになって、ですね、1日あたり例えば2時間とか、ね、2時間半とかデータ移行に使っちゃうと、ですね、もうそれだけでほぼ辛いなって、ただの漬物石になるんです。邪魔なんですね。で、やることはただのデータ,データの移行だけじゃないですか。それだけのために、ですね、あんなデカブズ持っていくとね、本当に後悔します。まあ、とにかく、 よくわかんなくてもいいから、今俺が話した話は、絶対持っていっちゃダメです。あんな邪魔なものをねえ。じゃあどうすればいいのかっていうと、単純な話なんですけど、マイクロ SD カードをいっぱい持っていけば十分です。<laughs> プラスね、あの、マイクロ SD カードの再生ができるガジェットを一つ持っていけば十分です。具体的にはスマートフォン1個で十分なんですね。で、このスマートフォンっていうのが、あれスマートフォンっていうのが、メガネ、メガネ。あった。 エクスペリアの Z3 コンパククトですすけどもマイクロ SD カードを挿せますだからこの中に挿してその日撮影した内容ですね、まあ、特に主な <laughs> チェック項目っていうのはあの音声になりますけども音がちゃんと入ってるのかとマイクが抜けかけてないかっていうそういう意味でですね音声チェックをするためだけだったらこれにピッて刺して で、再生するだけで十分ですねでそれでですね、実際にどれぐらいの容量を旅先で撮るかわからないという心配に関して回答するとですね、1日2時間、1時間半ぐらいでだいたいみんな撮影終わるんじゃないかなと思うんだけど、1週間ぐらいだったらですよ、それだったら。あの1日2時間だったら30ギガなんですよ、1日使う容量がね。で、7日間ですから140ギガなんですよ。だからマイクロ SD カードを3枚ぐらい持っていけば十分なんです、1週間でもね。 十分ですねねそんなの、ね、<laughs> だからね、まあ、わざわざねこの外付け HDD、まあ、バックアップのために一応持っていくのは悪くはないと思いますけども旅先でノートパソコンを開いてでそこで外付け HDD なりとか、まあ、その中のねローカルファイルローカルに保存するっていうためだけにノーパソコンを持っていくという。 行為ね、おすすめしませんだって AC アダプター持っていくんだよノートパソコンの <laughs> もうほんと邪魔ですよ <laughs> やめた方がいいですねはいそういうわけで、えー、非常に長い回答になってしまいましたけどもノートパソコンは持ってきましたかという質問に関しては持ってきましたでどうやって持ってきましたかってもうそのまんまこの中に突っ込んで持ってきました AC アダプターとかいうクソ邪魔な存在も持ってきましただけど絶対にそれはやめた方がいいですしデータ管理に関してはマイクロ SD カードをたくさん持っていけば十分それで対応しましょう そんなお,かお金ないって思うかもしれませんけどもあの秋葉なんか行くとですね2700円でたまに叩き売りしてますね64ギガねそれで十分ですね1万円ぐらいかかりますよって言われるかもしれませんけどいやそこはね1万円をかけた方がいいところですお金をかけないといけない部分とかけるべきではない部分ってありますしかけりゃいいってもんでもないですしケチになればいいってもんでもないと思います僕はねこの撮影をするということに,ことに関しては 絶対にマイクロ SD カードをたくさん持っていくというここにお金をかけるべきですだから僕はそっちの方を推奨しますさあそして非常に話が長くなってしまいましたので、えー、さっさと終わらせようと思いますけどもこういったガジェット類をですね、えー、この中に敷き詰めるわけですねはいこれで終了ですね終了じゃないですね <laughs> 終了じゃなくてこれを持っていきましょうマップルですね関西版と中部版です赤ペンこれは必須ですねそれとこのメモ帳ですね完了です はい終わりです。まああとはいつもつけてるこの SP8 と RS イチのステルスニーガードですね。それとあとこれを着ていくと。であとヘルメットを持っていく。以上です。これが今回の、えー、僕が3泊4日のキャンプじゃないロングツーリングに持っていく全ての所有物ということになります。あとは GoPro ですね。ここつけてますけどね今ね。 はい、といいうわけで、で、え、で、ー、もし参考になればです、ねえー、です。ね、えー、幸またですねスリングの方が終わったら反省動画ってことを作って例えばあの長靴が一体邪魔だったのかそれともすごく必要だったのかというね。 えーこことととだっったたりとかかのグローブがですねこれ使い物になったかとちゃんと浸水せずに運転できたかっていうところとかですねそこら辺の酷評をですねあのしたいと思います特にツーリング終わった直後なんていうのはねいろんなことに対する不満がありますから自分の動画の存在すら忘れてましたけども北海のツーリングの反省会動画僕2本作ってますけどもあれ非常に割れながら的を得てることを言ってますやっぱり体験した直後の話になってますからすっごいあれねじ自分で参考になりました逆にですね行く前の動画 準備の動画はあんまり参考にならない。ね。自画自賛するのなんだけど、あれはかなり参考にしました、今回は。ちょっともう一点ですね、これだけ言っておきます。僕は基本的にバックパック好きですので、普段のツーリングの時なんかはあそこにありますけども、アークテリクスのアロー22っていうリュックサックですね。いつも背負ってるタイプのライダーですけども、長期ツーリングに関しては持っていきません。これなぜかというと、一日中やっぱり乗ってるわけです。もうね、 できるだけ体は身軽でで快適な方がいいんですねだからね、背中に何かを背負ってるっていうだけで不快なんですよ。あのバックパックは非常に金かかってますから、長時間やっててもあんまり疲れないんですけど、それこそこの間の暴走半島ツーリングって時なんかは、背負ってるのを忘れるぐらいですね、すごく体にフィットしてたの良、ね、かったんですけど、でもね、やっぱりね、荷物がそれだけ増える、増えますから邪魔なんですね。仮に入れなかったとしても邪魔なんです。だから、荷物は全部この2つにまとめるというですね、これだけで3泊4日を過ごそうかなというふうに思ってます。さあ、<laughs> <laughs> ちょっとねこれだけ持ってみようかな重さがどれぐらいが持ってみようと思いますね <laughs> 結構重てえよこれあ <laughs> 結構重てえなこれなやっぱね長靴がこれは結構きてますね <laughs> これは重てえわ あのもちろんキャンプ道具とか入ってないからその分全然持てる重さではあるんだけどまあでも宿泊ツーリングするってなったらやっぱこんぐらいのあるよね絶対ねそれしょうがないんだよねさあ絶対どんな反省会が待ってるのか分かりませんけども <laughs> ひとまずですねでこんな感じで関西方面にちょっとロングツーリング行ってこようかなと思ってますで多分ねゴールデンウィークの皆さん3泊4日ぐらいでツーリングする方多いと思いますので今回ちょっとキャンプ動画持ってい,かいきませんけどもまあちょっとした民宿に泊まる程度の、えー ログスリング行く方はですね、えー、よかったら参考にしてみてください、えー、質問等あればコメント欄の方に書いていただければできる限りお答えしますというわけで本日もご視聴ありがとうございました